かか、おかさん、無視、完全無視。すげえ超速だね。さすが職人なんかそういう職人みたいだけど、もはやそうそう揺れながら可愛い。モデルさんはもうちょっとなんか違うことに興味を持ってしまいまして、あっちに行っちゃってます。赤ちゃんちょっと来て、ほら大体出てきた。え、できたの？でもね、こっからが意外と早くね。こっからが意外と大変な。早い。これをここに全部入れて。え、ちょっと待って、もう一回入れて。これをこのボサボサをここに入れて。ああ、そういうこと？編み込んでるみたいな感じ？でもできたって、おかか。まだでも、こっからが意外と大変な。そうなんだ。僕も去っていこうとしてるもうモデルは終わったから去っていこうかなみたいな感じですよ。意外と知らないってことそれ。そう、最後がわからない。この辺は難しい。ちっちゃいのはさ、進まないから、進ませてるとこ、これとかの時やる。うん、いくよ。じゃあ大きいのやるよ。すげえ細かい作業だね。細け。ほんとあれなんだね、縫う感じなんだね。意外とまったい。後ろからはね、なんかさ、すげえタンクトップおじさんみたいな感じになってるけどそりゃ変でしょ。赤ちゃんを撮りたいのは後ろからじゃないわけ。何が、いや、それはわかるけど、ほら、このラインの方が可愛くない？ああ、そうだね。あ、そういうこと。白爪とあれで真っ白になっちゃうってこと。あ、まあいいんじゃない。じゃあスンスンしてるね。スンスンしてる。あ、そういうことか。いや、いいんじゃない。すごくいいと思います。
かしいよね。すごい頑張ってるよね。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。